豊平川、豊平川は、北海道札幌市を流れる石狩川、水系石狩川支流の一級河川である。札幌市の中心は、この川が形成した、扇状地の上にある。市街を貫流する豊平川は、利水、治水両面で、札幌にとって、最も重要な川である。北海道札幌市と千歳市の境界にある、少量山と、 千歳市にある古竹との間の沢に源を発して、北に流れる。途中豊平京ダムでせき止められ、上山湖を作る。上山渓で白井川を合わせ東に向きを変え、高石山のふもとで北に方向を転じる。そこから平地に入り、豊平川線状地、または札幌線状地を形成する。札幌市の市街地を北東に流れ、札幌市東区と江別市の境界で石狩川に、 合流する。豊平川は山岳地帯を抜けて、石狩平野に至るや広大な扇状地を形成する。アイヌ人はその扇状地の様子を札幌別、乾いた大きな川と呼び、これが札幌の地名語源となった。江戸時代中期頃までの豊平川は、現在の札幌中心部付近で北に折れて、現在の伏せ子川の川筋をたどり、死の路で石狩川に注いでいたが、 江戸時代後期、完成年間の洪水で流路を東に転じ、現在の札幌東高等学校付近にあった、泉を水源として月寒川や厚別川と合流する川、小沼川の流路に流れ込んだ。これ以後、豊平川の水は、西から東に向かって流れ、月寒川や厚別川、のっぽろ川を合わせた後、現在の江別市対岸で石狩川に合流し、 さらに東から西に流れるという複雑な経路を取るようになった。1941年、昭和16年に新たな稼働が開作され、豊平川の流路は現在のように途中で北に転じるようになった。完成年間から1941年、昭和16年までの稼働は、旧豊平川、瀬田豊平川として残っている。なお、豊平の語源は、語の、 とイエピラ、崩れた崖に由来する。また、伏せ子側の伏子とは、アイヌ語で、古いという意味である。完成年間までとヨヒラの旧稼働だった歴史を示している。過去の水害では1981年8月の56水害、昭和56年水害と呼ばれた2度の大洪水が最大規模で低気圧の前線と、 台風12号の影響で8月3日から6日の総雨量は294ミ、mm、リメートルに達し、大洪水を引き起こし、さらに2週間後の8月23日にも台風15号の影響では総雨量229ミ、mm、リメートルに達した。この2度の大洪水で北海道全域で死者3人、氾濫面積614キロメートル、 被害家屋約3万991戸という被害となった。2001年9月9日から12日にも台風及び周雨前線を原因とする洪水が発生し、周辺の他の河川と合わせ被害家屋70戸、氾濫面積 38km の被害となった。2011年9月2日から6日には台風12号、13号による大雨で流量が、 大幅に増加し56水害に次ぐ量となった。春節などの流域の整備が行われていたことや、周辺の排水域上出水対応などに離洪水は、免れたものの複数の観測地点で、警戒水域を超え、河川敷部分まで水に浸かる事態となった。四骨東屋国立公園の区域内にあり、豊平京ダム、上山湖はダム湖百選に選定されている。また、上流は、 上山古林野町により、奥ただし山谷国有林水源の森として、水源の森百選に選定されている。奥ただし山谷国有林は、同じ豊平川上山系、ダム上流に位置する西上山系国有林と合わせて、札幌市190万人の上水道の85%を供給する緑のダムとして、重要な役割を担っている。 国道230号が横断していて、ダムこと深緑の眺望が各所で見られる。データは、指定年1995年7月、上流にある豊平橋ダム、支流、小樽内川にある上山系ダムをはじめとして、豊平川水系は、札幌市の水道水の98%をトを賄っており、札幌の水が目の役割を果たしている。豊平川の水は、 上山系発電所、豊平京発電所、富山発電所、萌岩発電所で水力発電に利用されており、支流にある上山系ダムには小樽内発電所がある。市外部の貸し式は豊平川緑地として整備され、水遊び場や各種運動場が随所に設けられている。さらには花火大会の会場になるなど、札幌市民に大変親しまれている。 豊平川は江戸時代に鮭の漁場であった。明治時代には資源保護のため金漁とされた。最初の稚魚の放流は1879年、明治12年で前年に取られた親の卵から孵化した稚魚が流された。本格的な鮭増殖事業は1937年、昭和12年から1953年、昭和28年までなされた。排水による 水質悪化のために、事業は中止され、豊平川に登る酒はいなくなった。その後、1970年代に水質が回復しだし、1974年、昭和49年より、カムバックサーモンという市民運動が始まった。1979年、昭和54年に事業が放流され、1981年、昭和56年には帰ってきた酒が見られた。 この成功を受けて1984年、昭和59年に札幌市と平川酒科学館が作られ放流事業を引き継いだ。1985年、昭和60年からは自然産卵も確認されている。2012年、平成24年の回帰推定数は約1360で、最高時1995年、平成7年の6600からは減っている。 1995年、平成7年頃より、札幌市中心部付近で大勢黒カモメの生息が観測されている。前述の鮭の増加により餌が増えたこと、高層ビルの屋上などが、本来の生息地である海辺の断崖などとており、繁殖に適した環境であることが原因と考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。